最近さ、俺の友達が、なんだっけな、オズワルドとツバキの、二の国っていう曲がめちゃくちゃやべえから聴いてくれってさ、もううるさいぐらい、うるさいぐらい、本当にうるさいぐらいおすすめしてくんですよ。なんかもうこの時期なのに家まで来て、で開けないんだけどさ、インターホン越しに、すげえいいから聴いてくれよ、できれば原作もあるからゲームか映画でどっちか見た上で原作の成分取り入れた上で聴けってすげえうるさいぐらいで帰んねえの。もうおすすめされた俺が聴くよって言うまで帰んねえから、もう約束しちゃったんだよね。あの原作の成分を取り入れた上で、あのちゃんと音源も聞くよって言っちゃったからさ、今日仕方なく聞くんですよ。で俺その前に映画見てるんですけど、皆さんもよかったら映画とかゲームとかで原作ちょっと見といて、その上でさ、ちょっとあの聞きませんか一緒にね。ごめんね、友達がうるせえから人助けだと思ってお願いしますね。仕方ねえなあ。もうおお、いやすご、映像すご、いや映像すご、これ全すごい、全 CG じゃなくて物質がある。うわっ、うわっ、ベース、大人って何考えさせられる毎日けどあまり意味はないらしい。いやすごすごい、もう好き。あのスペースマウンテンか、スペースマウンテンかと思っちゃった。ごめん、もうはっきり言うとこの曲好きだ。そこ落ちしちゃった。トゥルルントゥ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 ンっていう最初のとこがあるからさ、なんかあの、あ、南国系トロピカルソングかみたいなことを油断してたらさ、ブンブンブンつって、おい、スペースマウンテン、悪空間ファンタジア、すごすぎるよマジで。ベースがこう階段になってるのがいいよね。こうなんか音の水族館の中の広大なうねる床、それがブンブンブンってベースですごいんだ。もう大好き、この大好きの国、この曲に関しては、あー、もうワクワクしてるもんね。あ、ちょっとあのね、素直になった方が楽曲のいいとこってのは気づきやすいから、もう素直になって作品を楽しもうと思うね。ごめんね、ちょっと戻して聞こうか、ちょっと戻して聞こう。気持ちいいなこれ。出せられる毎日けどあまり意味はないらしい。頭がいっぱいでもお前はお前でいい。お金じゃ買えない大事なものいっぱい。当たり前だって思ってたことが今になって曲がって見えるいます。すごい、大事に生きるメロ、目の前には緑の竜。すごい、ちょっとごめん、目の前に緑の竜でこの緑の抽象的表現入れてんのいいよね。もうあのね、大好き大好き、本当にあの語らせて、ごめん語る癖あるんだけどちょっと許してほしいんだよな。まず映像が大好き、全あのもうずっと言ってるけど全部 CG じゃないのがいいんですよ。あの CG の映像の中にあのね現実の世界を撮って、あのその中に CG を当てがってる感じがいいんですよね。これさ、あの完全にアニメとかさ、あの 3D 映像グリーンバックの映像とかで混ぜちゃったらさ、はいはい、あのフィクション作品ねみたいな感じで見ちゃうんだけど、あの現実とリンクしてるのがすごいんだよな。なんかあくまで風、あの人とかのところのさ、エフェクトだけで使ってるんじゃなく、ただの風景を撮って、そこがちょっとね、あのフィクションとリンクしてるみたいな感じをね、 CG で作ってるのがすごい。その作り込みがねすごい大好き。そしてあの2つ目、ちょっと長くなんだけどね、リリックがすごい好き。大人って何考えさせられる毎日けどあんまり意味はないらしいって、ここやばくね、やばくね、ガンチクありすぎフレーズだろ。オズワルドさん天才じゃん、マジで変態のリリックだよ。なんかこの大人って何考えさせられる毎日って言ってさ、ああそういう系の歌かって、ちょっとぼやけた答えをつかみそうになるじゃん。けどあんまり意味はないらしい。おお、答えがどっか行っちゃう。すごい、この抽象表現がすごい。それがね、宇宙のようなサビで来るわけだからすごいよ。ちょっとバースの途中でごめんちゃってごめんね、うん、続き聞こう、ちょっと戻して聞こう、始まりからね。フェルを大事に生きるメロ、目の前には緑の竜、また目開くため目を閉じる瞑想、このコントローラーに会いに行って愛に気づく。すごくない、これすごくない、オズワルドさんのフローは大好き、俺大好きだ。まあ、また目を開くために目を閉じる瞑想、何そのガンチカールフレーズ、ウィットに飛んだかっこいい表現、すごい。このコントローラーに会いに行って愛に気づくってやばない、何それやばくない。フローが素晴らしいんだけど、ロボットじゃないんですよ、全然。こう、日本語のなんかね、あの、母音、あの、言霊みたいなものがちゃんとこもったまま、あの、フローが紡がれてる気がするのがすごいんだよな。こう、んで、リリックの視点が神なの。なんかこう、なんか、肉体から解き放たれたような、あの、精神の言葉なのがすごくいいんだよな、それがもう。だって、コントローラーに会いに行って、コントローラーってなんじゃい、この世を操作する神みたいなものにあったのかい。うお、わからんけど、すごすぎてわからないんだけど、頑張って読みとこう。ね、一緒に続き聞こう。
会のお踊り子俺はホリコミまた虜になるもん俺はしょうもない男だから結果を残すとこ My life is real art 軽快に描くメーカーペン先で夢の先をつなぎ合わせる人生作る先生マジでやっぱあんたイケてる広範囲に飛ばす電波ビンビン高いところから見ている道ジャスティスとか言ってるから悪役も生まれるこのちょっと待って最高すぎんそのフレーズ最高不すぎんそれジャスティスとか言ってるから悪役も生まれるやばやばやばなんでそんなさらっとリズムの中に流し込めんのかな心理みたいなものをなんかこうさっきのサビでさなんかあの大人ってなんだ考えさせられる毎日っていうさあのリリックとなんかつながるよねこうなんかさうん勝手な解釈でごめんねうるせえこと言うと思うんだけどさなんか私たちって言葉でカチッと定義することでこの精神世界を勝手に認識してるのかな精神世界じゃないかこの現実世界って勝手に何かをこうカテゴライズすることで勝手に言葉でこう固定することで生きてんのかな大人とか悪役とかジャスティスとかねそういうことを考えさせられています脳みそがバグらされてるんだよね、そういうことそういうことを言ってるのこのリリックはもしかしてフックの当たり前だって思ってたことが今になって曲がって見えるイマジンってそういうこと言葉でこうやってジャスティスって定義するっていうことはそれを当たり前だと思い込むってこと この世の中のことを何かとこう定義するってことは勝手にそれが思い込みになるっていうことうわすごい曲がってきたなんか解釈が曲がってきた何もやってないのに解釈がぶち曲がる曲だちょっと落ち着いて音に酔いしれようちょっと考えすぎると頭がバグるからなですとか言ってるから悪役も生まれるこの世界は矛盾が矛盾を生んではどこで誰か泣いてる二の国を作り上げる So fuck it, I follow you from a DQ 玉がある場合その場しのぎじゃで現実世界を生きる想像してわけまで大人って何考えさせられる毎日けどあまり意味はないらしい本当にちょっとだけちょっとだけ口うるさく言わせていや頭がいっぱいその伸ばしのげじゃべち現実世界を生き想像してわけマネーでこれさ全部リズムが気持ちいいんだけどさ何がいいってさこうなんていうか頭の中に繰り広げられるような大宇宙みたいな視点がいいんですよね音楽の効果もあると思うんだけどさその空気感でこう広がりがあるのわかんだけどさこうなんていうかななんだろうなあの考えすぎるなよっていうただの励ましのフレーズじゃねえような気がするんだよなこうなんていうか全宇宙を内包する頭の中みたいなこう想像力というかこうなんていうか何が言いたいか分かった何というかこう頭の中に無限の宇宙がありこう想像力次第では現実をねじ曲げてしまうほどの力があるぞみたいなことをもう言ってると思うんだよねだから簡単に言えばさこうなんか頭がいっぱいっていうとこはさ頭がいっぱいでもいいぞいいぞって言ってると思うんだよいいんだけどそれを夢とか想像とかもういろんなことに使えるんだよっていうことだと思うんだよなごめんねちょっとうまく説明したいんだけどさその中でこう夢とかフィクションとかこういったものをいっぱい頭宇宙様と呼ばせてください頭の中にある宇宙様でいろんな物事を考えられるんだけどあのその場しのぎじゃべちっていうのはその無限な可能性を秘めた頭宇宙様を現実のさまつな問題に使ってる状態はべちだと言ってると思うんだよねだから頭いっぱいな状態はもういいんだと頭宇宙で生きてるのだからいいんだということだと思うんだけど何ってか俺も自分で分かんなくなっちゃったけどすごいそういうことだと思うんだよなうん、どういうこと？うん、続き聞こう。うん、すげえや、これマジで。けどあまり意味はないらしい。Yeah. Oh, yeah. 頭がいっぱいでも、お前はお前でいい。お金じゃ買えない。大事なものいっぱい。当たり前だって思ってたことが今になって曲がって見えるイマジン。別に好きってるわけじゃないんだけど、確かに感じた。やばないや入り方だけで虜だよ虜もう俺はもう好き椿さんも好き、うん、別にスピってるわけじゃないんだけどこの言葉好きストリーム連邦すごすぎるよこれマジで別にスピってるわけじゃないんだけどっていう言葉の奥にはさあのスピッあこの人はスピってるとかあスピリチュアル系の人ねって言葉をこう遮断してほしくないっていう願いがあると思うんだよなだって皆さんも友達にさなんか熱いこととかさ臭いセリフとか話してあげたい時本心で話してあげたい時ってさまあちょっと酔ってる勢いで言うんだけどとかちょっとポエムみたいなんだけど聞いてくれって前置きをじゃんそういう時みたいな感じでさなんかこうあのちゃんと受け取ってほしいんだけどあの
頭おかしいやつと遮断されないで聞いてほしいときってこういう前置きになると思うんだよね。そこがねすごい、それが歌詞に出てていいんですよね。なんかそれで言うとさ、この二の国という曲もさ、あの二の国の世界観をオマージュした作品ね、あフィクションの話ねって言ってこうフィクションとして遮断してしまうことってもったいないんじゃないかなって今思った。椿さんの別にあのスピってるわけじゃないんだけどっていう前置きのおかげで、このフレーズすぐ好きなんだよな。だって考えすぎる人ってさ、すぐさ自分に都合悪いのとかちょっと身に痛いフレーズとかって結構、ああはい、そういうお話もあるねって遮断しがちだからさ、それすげえ今ここ射抜かれた気がする。椿さんいでたちかっこいいな。うわ、原作の二の国にもそんな話だったと思う。原作の二の国もそんな話だったと思うわ。ちょっとみんなも見た方がいいかもしれない。ちょっと入りから聞こう。入りかっこいいから。イエロー・イン・マジン、いるぞ。別に好きってるわけじゃないんだけど、確かに感じた。こちらは二の国ジャンプねえぜ、地図には乗らない場所。いやすごい、あこれいいよ、これいいよ。ちょっとあの細けいポイントなんだけど言わせて、こちらはジャポネーゼ、地図には乗らない場所って歌詞にあえて書いてあるんだけどね、ジャポネーゼって言ってるとこ始まりがこれ G なのよ。だからジャポネーゼ、あの日本のことではねえと思うんだよな。だからなんかね、日本のパラレルワールド的な位置づけ、まあ映画で言うとこの二の国的な、一の国に対して二の国的なポジションでジャポネーゼからお送りしますみたいな感じで、もうね完全にフィクションを演じている、演じてるというのは失礼だな、そういう状態にいるっていう、そういう作り込みだと思うんだよね。それがねすごい好き。ごめん、ジャポネーゼだってすごい、それがねいいんで止めちゃいました、ごめん。ロープなオボハッペラプラスエゴ、この肉体を捨ててまでハイにたどり着く、死してなお会いに行く、会いに行く、風天三六五日に十四時間をトラベリング、この脳に寄生するネガティブこと大きなバネリング。ここ音のなだれじゃん、音の流れかっこいい、竜になってこう深い穴に落ちていくような感じがある、すごい気持ちいい。風天三六五日24時間をトラベリング、この脳に寄生するネガティブこと大きなバネに、脳に寄生する大きなバネにってやばくない？何この表現。普通さ、なんていうか、人っていうのはさ、ネガティブだと、あの自分はネガティブだってさ思い込んだら俺自身がネガティブだと思うじゃん。けど何この表現、あの自分が魂というものならその魂が同居しているこの肉体というとこにネガティブという感情が一緒に住んでいるみたいな、そういう見方ですよね。何その見方、囚われてない、すごいな。その視点、スピってるわけじゃないんだけどって前置き長かったらちょっと話が分かりづらくて、宗教の話かとか思っちゃうけど、すごいなその視点。確かにその視点で見たことなかったね。なんかすごい、なんか急にそのネガティブっていうものと同居してる生物なのだと自分が考えたら、すごい過ごしやすくなった、生活が過ごしやすくなったし、この体を急に愛おしくなってきた。何言ってるか分かんないと思うけど、すごい救われた、すごいいいなこの歌詞。ここのなだれ落ちるとこから聞こうか。会いに行く、風天さんどこに日に14時間をトラベリング、この脳に寄生するネガティブこと大きなバネに、編集改革戦慄、この幻覚すらも現実、人は不幸にも不幸を演じる、何より微妙な秘密の見つぼすれ、ちょっと待ってごめん、人は不幸にも不幸を演じる、これやばい、キーフレーズ、キラーフレーズ、ぶっ刺さる、ぶっ刺さるよ、この心オープンしてたらこうぶっ刺された、もう人生変わるかと思ったマジで。イエー、不幸を感じてる人ってさ、なんかちょっとこの曲の流れで言わせてもらうね、あのいきなり言われても意味わかんないと思うんだけど、あの不幸を感じてる人って自分を不幸だと、あの自分が不幸を演じているっていう自覚はないと思うんですよね。多分心理学的な話とかいろいろあると思うんですけど、あのだってそれっていうのは自分が不幸であるってことは当たり前にもう思い込んでるから見れないと思うんですよ。けどそれをねもう俯瞰した神の目線で見てるの、なんか椿さんはすごいんだよ。椿さんも結構ネガティブな人だと思うんだけどね、それがね、それをね、あのね、スピってるわけじゃないんだけどって逃げさせないんだよ。こんな痛いフレーズ、不幸を演じて、不幸だと思い込んでる人が不幸を演じるって言われたら、そんなことない、不幸だって言い切ると思うんだけど、それをあの遮断するなと、スピってるわけじゃないんだけどって言って遮断させないの、逃げ場を作らせない。だけどあの別に追い詰めたいわけじゃないんだよね。この耳が難しいセリフ、耳に痛いセリフとか解釈が難しい内容をスピってると割り切らせないで、ちゃんと真面目に受け取ってくれという愛のあるフレーズだと思うんだよ。それがねすごい、人は不幸にも不幸を演じる、これはねもう辞書に載せてください、すごいと思います。ホモサピエンスという項目に載せてください。人は不幸にも演じる、仕方なさがいいんだよな。みんな好きで演じてるわけじゃないっていう優しさもね、すごい、ごめんね長く話しちゃって、すごい途中でブルッと入れるようなフレーズじゃないよ、哲学の1ページに使うべきだよ。決むこと大きなバネに、編集改革戦に、この幻覚すらも現実、人は不幸にも不幸も演じる、何より微妙な秘密の見つぼす、まっすぐに分かる、まっすぐに曲がるキャッスル見渡すプラネ、何それ、
すっごいゲロ吐くかと思った。すごっ、あーすごっ。まっすぐに曲がる、まっすぐに曲がる、まっすぐに分かるか、まっすぐに曲がるキャッスル見渡すプラネット。何これ、リズム直角こうブーン、音の世界にこんにちは。すごいよ、ね、うん、やばくないこれ。まっすぐに分かる、まっすぐに分かる、分かんねえよこの世界観、分かんねえけど分かると言ってくれてるなら信じますって感じ。ちょっと頭がバグりかけてるな。まっすぐに曲がる、曲がるはね、あのね、多分あのなんだろうな、あのドラッグとかやってて LSD 系の幻覚系とか言われてるドラッグをやると曲がるとか言われてるんですよね。価値観解釈がもう完全にねじ曲げられるから、あの曲がるとか言われてたりもするんだけど、まっすぐに曲がるって何この抽象的表現、うん、分からん。今なんかちょっとそれが分かるって言われてんだから、いや分かんねえよって思うけど、分かるんだって感じ。ああ、ちょっと何言ってるか分かんないと思うんですけど、じきに私たちも分かるようになるんだと思います。すごいな。ちょっとここやべえからもう一回聞こうか。このリズムの直角行で意味わかんねえキテレツフレーズを叩き込まれるこの精神訓練だと思ってさ。人は不幸にも不幸を演じる、何よりディビな秘密の密を吸う。まっすぐに分かる、まっすぐに曲がる、キャッスル見渡すプラネット。葉が砕けるまで踏ん張れ、不真面目に洗う笑いだけ。最後の最高を見る真っ赤な血みたいな太陽、終わりが始まりを告げ、エスタバニアにて負けアリオス。エスタバニアにて待つ。エスタバニアっていうのはこれ原作の言葉ですね。俺原作も好きになっちゃったからここ興奮してる、めちゃくちゃ興奮してる。ごめんね、あの先に見ちゃった俺としてはごめんね。本当に作り込みがやばくない？でこうね、あのマジでこの曲好きになったら二の国もマジで見てほしいんですよね、うん、あのゲームでも映画でもいいから。なんかね、あの原作の主人公は足が悪いんですよ。あの車椅子乗ってるんですよ。であのオズワルドさんもあの足があんま良くなかったと思うんですよね。であのオズワルドさん MV の中で杖持ってるじゃないですか。で原作の主人公もあのおじいちゃんに杖をもらうんよ。でこれね、あのこうその世界観の作り込みがすごいんだけど、これオマージュすごいな、そこまで世界観寄せててすごいなっていう世界観の凄さじゃないと思うの。これね、もう本当に意味わかんないこと言ってると思うんだけど、マジでリンクしてるんだと思うんだよね。そのマジで冗談じゃなくね、あのちょっとあのこれインタビューで見た話なんだけど、なんか事前にもう椿さんはゲームをやってて、オズワルドさんより先に二の国の世界観を知ってたんだと思うんだよな。だから椿さんがオズワルドさんにこの世界観を教えたんだと思うんだけど、なんかね、なんだろうな、実は椿さんが二の国っていう世界観を、あのなんだろうな、映画の中ではね、映画の中ではあのおじいちゃんが先に二の国に行けてたから、あのフィクションの中に行けてたから、その主人公に教えてあげたんだよ。そんな世界観のリンクを感じるんですよね、椿さんとオズワルドさんみたいな。そこがねすごいいいんです。でもう MV の杖とかももうなあ、そうなんです、あの世界を寄せてったんじゃないんです、信じてくれ。何言ってるか分かんないと思うんだけど、これは単なるオマージュ作品ではなく、本当にあの世界観と現実がリアルにリンクしてると思うんだよ。だから曲にまでしたんだと思うんだけど、だからね、先にねこの世界観の話をしてて、今現実にリンクしてるみたいなことをね話した時、椿さんめちゃくちゃ興奮してたと思うんだけど、今まさにあのフィクションだと思ってたことがリンクしたと思って、オズワルドさんが持ちかけたのかな、どっちかが分かんねえんだけど、めちゃくちゃそのリンクで興奮したと思うんだけど、ごめん、それでねすげえなって思っちゃったんだよ。つまりね、歌詞を見てね、何が言いたいかっていうと、これはね、世界観をオマージュするために似せたんじゃなくて、あのもう運命的にもうこれはオズワルドさんと椿さんの人生に二の国というか、あの作品の世界観がもうリンクしてたんですよ。だからもうね、もうここは言い切っちゃおうかな、これはもう言い切っちゃいます。あのもうこの作品の愛のためなら言い切るぞ。あのただのフィクション音楽ではなく、このねフィクションと現実が混ざる境としてこの曲を出したんだと思う俺は。うん、もうここまで言い切っちゃおうかな、拡大解釈かもしれないけど、これがヒップホップで表現されることに本当に意味があると思う、うん、リアルリアルって言われてる音楽だからこそ、そことフィクションの入り口としてこの音楽を持ってきたと思うんですけど、うん、ちょっと何言ってるか分かんねえか、ちょっとうるせえジジイの話はほっといて、もう一回曲に酔いしれましょうかね。最後の最高を見る真っ赤な血みたいな太陽、終わりが始まりを告げ、エスタバニアにて負けアリオス。長いバイスの場所のヒジャで現実世界を一気に想像してわけまえ、大人って何考えさせられる毎日けど、あまり意味はないらしい。頭がいっぱいでもお前はお前でいい、お金じゃ買えない大事なものいっぱい、当たり前だって思ってたことが今に寝て曲がって見える今すぐ。すごい、これやばいのよ。
原作とのリンクもやばいのが、もうもちろんやばいんだけど、この世界の作り込みがね、ずっとやばいんですよ。ずっと言ってるけどね、このね、作品のオマージュではないの。リスペクトを込めて二の国風に仕上げましたじゃないの。本当にもうリンクしてるの、現実と。ここが入り口なの、フィクションと現実との。それがね、なんでそう思うかっていうのはね、ちょっとね、あのね、映像もう映像からしてのその作り込みがもう絶対そうなんだよな。普通だったらアニメとかフル CG でやっちゃうと思うんだよ、さっきも言ったんだけど。けどあえて人も映して、あの CG とごちゃ混ぜにすることで、もう完全にフィクションだとは言い切らせないというか、こっちに解釈の幅を求めさせて、それを辿っていくうちにこっちもフィクションの世界に行っちゃってるみたいな、こう陸続きに、現実とフィクションを陸続きにしていくような作品の作り込みが、マジですごいの。マジでちょっと泣きそうだもん、この世界の作り込みで。あの二の国に連れてってくれようとしてる二人の姿勢がめちゃくちゃ愛を感じて、すごい。この作り込みマジで天才だと思った。ごめん、何言ってるかわかんないと思うんだけど、あっちすげえ、ちょっと文句言うならやばすぎる、この作品に言ってくれねえか、すごい。ならこの人生クレイジーになるまで求められないブレイキン、頭では理解してるけどもう戻れない、今しかないこの世界でメイキン、昨日までは死んだような顔でメイニー、でも思い出す世界は still crazy、この地球のどこかでまた会えるならベイビー、南の島のブレイキン。リリックがみんな目の島のブレイム、リリックが本当にすごいよ。この歌詞は多分ね、フィクションが全てだ、みんな夢を見ろ、現実世界ばっかりにとらわれるな、フィクションフィクションってことが言いたいんじゃないんだと思うんだよね。このリリックはフィクションと現実世界をもうね、神様の視点で眺めた上でどっちも生きるみたいな感じがね、あるんですよ。だから一回切るならこの人生クレイジーって言うんだけど、それもね、なんかね、肉体があるのが、頭の宇宙ではもういろんなとこに行き来できるんだけど、肉体があるなら、肉体があるのがどうせこの地球ならば楽しんでやりましょいみたいな、そういうね、なんかね、そういう神の視点なんですよ。わかります？わかります？ちょっとクレイジーなこと言っちゃうんだけど、で、この地球のどっかでまた会えるならベイビーっていうとこもさ、なんかもう地球以外にアクセスできる人の発言じゃんって思うんだけど、そういうね、なんかね、神の視点みたいなもの、でも神の視点だ、あースピってる人ねって割り切らないで入れるのは、多分やっぱりこの作品の作り込み、あの現実から徐々にフィクションにこうねじ込まれていくような感じで、どこかで融和しちゃうようなこの作り込みがあるからだと思うんですよね。これが本当にすごい。ごめんね、長く話して、続き聞こう、マジですごいわ。ならこの人生クレイジーになるまで求められないブレイキン、頭では理解してるけども戻れない、今しかないこの世界でメイキン、いや昨日までは死んだような顔でメイニッシュ、でも思い出す世界は still crazy、 この地球のどっかでまた会えるならベイビー、南の島のブレイメン。やばいよマジで、これやばい。ちょっとみんなには申し訳ないんだけど、これマジでマジでいい作品だから、ゲームでも映画でもいいから、どっちか忙しいと思うんだけどさ、原作を見てくれ、マジでいい、マジでいい。ちょっと長く話していいか、ね、映画の中でも主人公足悪いから走れないんだけど、異世界だと走れるようになるんですよ。そういったこととかあってね、そのなんだろうな、この二の国っていう音楽を聞いて思ったのはね、現実世界だと足が悪いって思ってる人って、そういう思考パターンになってくると思うんですよね。で、だから映画の中でも足が悪い主人公はめちゃくちゃ論理的な思考で、結構ちょっとひねくれてる感じ、影っていう感じがあったんだけど、異世界になって足がね、動くようになると結構活発になったりとか、大胆なダイナミックな動きとかをしたりしてね、なんかマインドすらも変わってくんですよ。だからね、なんか足が動かないっていう現実世界に囚われてる状態っていうのは、なんかね、思い込みみたいな状態なのかなみたいな、もちろんもちろん足が悪いけど頑張れよみたいな、そういうことを言いたいわけじゃないんですよ。足が悪くてもポジティブになれよみたいなことじゃなくて、その現実世界にある囚われてる思い込みによって、私たちは現実世界でめちゃくちゃ苦労してんじゃねえかなみたいなことに気づける映画なんですよね。だから映画も見てほしいんですけど、それと曲がリンクしてんのがさらに感動ポイントなんですよ。なんかね、リリックでもね、めちゃくちゃあるんですけど、なんだろうな、なんで現実世界で私たちがこの思い込みというものに気づけないかっていうとですね、多分だけどね、物事って表裏一体とか言う
言うじゃん。表裏一体ってさ、自分が思あの裏側を見た時に、あ、初めて自分が表側だったって気づくとかさ、あの表側を見た時に、あ、自分って裏側なんだって気づくようなもんだと思うんですよね。けどなんで現実世界ではこの思い込みにとらわれて外に抜け出せないかっていうと、ついになるものがあんまりねえからだと思うんですよね。え、だから自分の存在というものは、これはもう取りあの運命定めみたいなものでとらわれてるんですけど、解決できるんですよ奥さんって思った。この作品と映画を見たら、ちょっと長くなるけど、ちょっとよくわかんねえと思うけど聞いてくれ。あの二の国があれば解決できるんですよ。二の国があれば、その今生きている現実世界と対になるでしょ。対になると対比ができるんですね。対比ができるとどれが裏で表とかわかるから、なんか全てがこうごっちゃになって改善するんですよ。けどあのそのどっち側かしか表か裏どっち側かしか見て、それをスイッチングして生きていくことしかできないのかっていうと、そんなことないんですよ。そんなことないんですよ奥さん。あのそれもね、あの答えを示してるのがすごいんだよな。ヒップホップは本当に答えを示す音楽だと思うんだけど、あのねフックのとこでね、大人って何考えさせられる毎日でもあんまり意味はないらしいっていうの、それがねすごい答えになってる。だからあの二の国を作ったとして、大人というものをどっちかの世界でこうあの規定したとしても意味はないんですよ。それを定義することで、その逆、表を定義することで裏というものが生まれてしまうから、またどっちかしか見れなくなってしまうんだけど、初めから定義しなければどっちも見れる、ずっと神の視点でいられますよっていうことを言ってんじゃねえかなと思うんですよね。すごい。だからね、あのつまりあの裏も表も定義しないということになると、この、 あの作品の中で皆さんが抱いてる感情、あ、まあどうせフィクションの話でしょって思ってる話とか、あの二の国の映画を見ても思う、あ、まあまあフィクションのお話ねって思ってるとこも、フィクションと現実という対になるものがないとしたら混ざり合ってくんですよ、この作品と同じ。だからマジでこの二人はフィクションと現実の架け橋、入り口、ゲートになろうとしてるんじゃねえかなって思うんですよね。マジですごい、はい、全部混ざりましたって感じ。ここがもう入り口になって感情が全部流れ込んでいく感じがある。すごいんですよ、それがすごい。うん。でそのあの現実とか裏表を混ぜこぜにするために二の国は不可欠だから、二の国の歌を作りましょうって、なんか二人で話し合ったんじゃねえかなと思うんだけど、奇才すぎない？記載すぎない？おい、行かれすぎだろ。これが必要だと思って、二の国がなぜ必要かっていうのもきっと理解してると思うんだよな二人は。でその二の国をした、理解した上で、もうさらにそれを曲にしてこう、で曲を作り込む上で、現実とアンリアルを混ぜたいからってことで、この指揮監督とかしたの誰なの？わからん。この世界観を作り込むことで、現実に彼らは確実に穴を作りました、フィクションの世界へ通ずる穴を、作りました。そしてそれを混ぜこぜる手法も教えてくれました。どうするよこれからの生き方、どうしよう。頭がバグってきちゃった。やべえ作品に出会っちゃった。明日友達に教えてやろう。プッシュ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 。テーブから悪役も生まれる。この世界は矛盾が矛盾を生んで、はどこで誰か泣いてる。二の国を作り上げる。Fuck it, I'm follow you from it. You keep the maga advice. 伸ばしのヒジャベル。現実世界を生きる。想像して分けまね。人なんて何考えさせられる毎日。けどあまり意味はないらしい。Yeah, you keep the maga advice. お前はお前でいい。お金じゃ買えない。I'm not a